レオン・モイ政府とはアメリカ合衆国の技術者である。1920年代から1930年代にかけて吊り橋設計の第一人者だった。彼は1933年にフランクリン協会のルイス・イーレビーメダルを受賞した。マンハッタン橋。モイ政府は技術者の一人として設計に参加した。モイ政府はラトビアのリガで、 ユダヤ人家庭に生まれた。リーガで修学した後、バルチックパリテクニックインスティチュートで3年間ほど学んだ。19歳の時に政治活動のため家族と共にアメリカに移住した。移住先ではコロンビア大学で学び、1895年に土木工学の学位を得て卒業した。彼は技術者としてのキャリアをニューヨークでスタートさせ、 イースト側に架かるマンハッタン橋の設計者の一人として国際的な名声を得た。また彼はデラウェア側に架かるベンジャミン・フランクリン橋の設計にも携わり、この橋のチーフエンジニアだったラルフ・モジェスキーを補佐した。モイ政府は早い時期から公共の普及を推進し、1920年代にはそのような橋が従前のコンクリート橋や石橋を置き換えるようになっていった。 彼は橋が長くなれば長くなるほど柔軟にすることができるというリフレクションセオリーを構築したことで知られる。チャールズ・エリスはモイ政府の理論をより成熟させゴールデンゲートブリッジの設計に適応した。モイ政府はこの橋の設計に顧問設計者として携わっていたが途中でプロジェクトから外されてからはエリスへの助言を辞退した。 タコマナローズ橋の開通式、モイ政府は初代タコマナローズ橋の建設に設計者として招かれた。ワシントン州ピュージェット湾に架けられたこの細長い吊り橋はモイ政府にとって主任の技術者として設計に関わった最初の橋で世界一美しい橋とも称された。しかし1940年の竣工当初から 設計上の問題のためガリッピングガーティーとあだなされるほどの激しい振動に悩まされた。そして竣工からわずか4ヶ月後、強風の中で橋が崩落すると、モイ政府の名声は失われることとなった。これは、ハリマの長手方向に沿った波にねじれ運動が加わり、落橋に至ったものだった。 崩落前に橋が閉鎖されていたため人的被害が皆無だったことは不幸中の幸いだった。崩落の一部始終は映像として記録され、現在でもねじれ、フラッターがもたらす破滅的な影響についての恒例として、工学、建築学や物理学の教材として用いられている。萌衣政府は1943年に心臓発作を起こし死去した。 彼は多くの有名な橋の設計に関わったが、それらはタコマナローズ橋崩落の影に隠れてしまった。タコマナローズ橋の崩落は、工学の失敗や尊大な設計がもたらす危険性の象徴となった。タコマナローズ橋の設計は、モイ政フ個人にとっては悲劇と言えるものだったが、他の技術者にとっては、吊り橋の設計に関するさらなる研究を動機づけることとなり、 吊り橋の設計と安全性に大幅な改善をもたらす契機となった。ありがとうございます。